羽生結弦さん、プロ転校後に始めた YouTube 制作の苦労を明かす。カメラ12台の撮影、編集に30時間。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート男子で、2014年措置、18年、平昌五輪を連覇し、7月にプロ転校した、羽生結弦さん、28が28日、日本テレビ系、ニュースエブリー。午後4時50分に出演した、 約30分の出演の中で新しい挑戦として始めた自身の YouTube 動画制作について語った。自分が見ていただきたい演技たちを見ていただける場所が増やせるのならば、増やした方がいいかなって思ってやりました。自ら撮影、編集を手掛ける様子が放送された。演技に合わせ自分で図面を見ながら、表情にカメラ12台を設置。こだわったのはイナバウアーで通過する両足の間にカメラを置く、迫力十分な映像を撮影した。 自分でしか見せられない世界が存在していて、自分が見て欲しいと思えている角度が作れるのは、自分でしかないという思いを込めたという。また、練習で4回転フリップに初めて成功したもの、補助付きで成功させた4回転アクセルなど、これまで撮影したジャンプの映像も採用を検討した、撮影から編集まで自分で行うことについて、自分で見せたい角度だったりとか、自分が見せたいプログラムの世界が存在していて、 それは多分映像技術じゃないと見せれないものたちなんですよね。それを自分がプログラムを作るのと同じように、この映像でやっとプログラムが完成するんだっていうことを考えた時に、自分でやらないと難しかったですと理由を説明。ドローンを使用した撮影も試みたが、ローターの風の影響で氷が溶けるために断念したという。動画はファンへのプレゼントの意味も込めて、クリスマスイブに公開し、2日間で50万再生を数えた。 編集時間は30時間を費やしたという、イブの日の1時くらいまで、自分の分身が欲しいですねと笑いながら、苦労話を明かした、放置新聞社、コメント、YouTube 公式、羽生譲るチャンネル、2番目の動画から、その素晴らしいクオリティに感動し、圧倒されました。今まで見たことない、斬新な視点や、臨場感、絶妙なタイミング、クリアで迫力ある映像。 今日のニュースエブリーでは見たかった撮影現場や編集場面も公開され大満足でした。特に稲葉ウアーでまたいで行く映像がびっくりだったので一人で12台のカメラを駆使し12台分と既存の映像を加えて編集する。多忙なスケジュールの傍ら30時間は本当に睡眠時間も削ったのだと思う。そうやってファンへのクリスマスプレゼントに間に合わせてくれたのだと思うと胸が熱くなります。 同時に自分の描き伝えたい世界のため一切妥協しない完璧主義が羽生譲弦のスケートを唯一無二の人類の宝にしているのだと思います。ロッテの一夜限りの CM の映像が大好きで密かにドローン映像を期待していましたが氷のデリケートさに驚きました。残念、良い意味でこういうこだわりが今の羽生さんを作ってきたんだなとつくづく思います。彼の演技も言葉も一切ブレることはない。 美しい姿勢、正しい姿勢を保ち続けるというこだわりは、これからも変わって欲しくないです。12個のカメラに番号を振ればよかったって反省。可愛かったです。カメラの上をイナバウアーで通り過ぎるところ、強く印象に残りました。お、oh、ぉ。ってなりました。撮影、一発 OK だったんですね。スピンも本当に蹴りそうなくらい近くで回ってました。そういう工夫がたくさんあって、見たこともないような映像が出来上がってたんですね。 プロローグの最終公演がいつかだったんですが、その後に動画に取りかかったんですかね。編集にも30時間、全然休む暇がなかったかもですね。紅白も楽しみにしていますが、お正月は少しゆっくりできるといいですね。忙しい中、時間をかけて編集してくれたのですね。感激です。稲葉ウアーでカメラの上を通っていくシーン。スピード感と迫力満点で、初見から大好き、性格無比の演技ができる、羽生く君ならではのシーンですね。 ドローンは氷が溶けてしまってダメなのね。その話題にはちょっと驚きでした。羽生人気は衰えませんね。やっぱり彼は現役引退しようとも絶対的スターなのだと思う。羽生結弦がいなくなった大会を見たいという関心がなくなってしまった。すでにすごい人を見てしまったために今が地味に感じる。羽生結弦プロの作る YouTube、本当にすごいから見てほしい。 イブに公開されたセカオワのサザンカの歌声とともに見せるジャンプ、スピン、そのアングルと迫力は一見の価値あり、ストーリー性も感動します。カメラマンたちは羽生結弦綺麗だなと思って撮影してると思うけど、羽生結弦がこれを見て欲しいなと思って制作する映像はカメラマンやファンの発想を超えていると思う。エブリー地方の壁かなと思っていましたが、年末不定期な放送のためなのか、初めから見られました。すっごく嬉しい。 羽生さん自らカメラ設置編集とか色々素晴らしすぎますよ。尊敬しかありません。サザンカ何回も見ました。素晴らしいです。羽生選手素敵なクリスマスプレゼントありがとうございます。感謝してます。羽生さんのプロ意識は本物であるのは紛れもない事実。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。